10分ほどね、くまモンに会えます。このままね、待ってみましょう。くまモンがやってきました。皆さん、大きな拍手でお迎えください。くまモン、くまモンと初めてのね、コラボということでね、ヨルチューバーはテンション上がってます。恒例の質問をしようかなと思いますので、羽羽ついてる、ちょっとね、呼ばれちゃいました。天使がいるのかと羽がついておりますお兄さんにでちょっと聞いてみようね、くまモンね。やばい、ちょっと絡まれそう。くまモンに初めて会ったという人は、はい、お手手あげてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、初めての方が多いということで、初めまして。じゃあちょっとあれ、初めましてね。はい、じゃあちょっと聞いてみようかな。あの、くまモン見て可愛いなって思った人、拍手をお願いします。おー飛んでる嬉しくてね、ありがとうございます。かわいいでいただきました。次はどうしたかな。くまモンはこう見えて男の子です。はい、元気な男の子ですので聞いてみましょう。くまモンを見て、くまモンの教え方かっこいいなと思った方、拍手お願いします。おかわいい、かっこいいといただきましたね。モテそう。じゃあね、最後はですね、あの、背が高いの聞きたかったので、じゃあくまモンじゃあね、初めて見た方もそうじゃない方も聞きますよ。くまモンを見て背が高いなと思った人、拍手お願いします。おお、あ、でも結構よかったね。くまモン背が縦にね、もう一個、僕を見て筋肉がね筋肉が痩せてて、スリムボディで、あの、筋肉質でこう男らしいなとね思った人がね、家までちょっと拍手もらおうかね。じゃあそう思った人、拍手お願いします。嘘ちょっと振りかけてる人もいるよ、くまモンみんな優しい。待って、本当ですか本当ですか。ちょっと皆さん優しいですね。ちょっとでもね、あの、筋肉かわいいね、くまモン。中のお姉さんがかわいいな、これ。一番のおすすめ筋肉、中のお姉さん、いや嘘です。中にはね、人は入ってませんからね。あ、お腹、あの、あゆね、動物ですね。はい、動物、ニコにね、ニコに分かれてると思います。あ、違うな、ニコじゃなくて今、計測が出てない できてないけど、そうね、あの、どこに分かれてるって言ったかったのね。これ6個に分かれてるみたいなのであの、今ですね、何をしてるのかというと、あの、毛、クマモンのですね、毛があるんですけれども、毛をこう逆立てて、6個にできるかな、できるかな、そう、あの、6個にしたいみたいで感情してみます。あ、できた、できた、こうできました
こんな感じをやりたかったみたいなので、はい、体がね、このマッスルくまモンをですね、今日は楽しんでいただけたらなとは思うんですけれども、サワそうですね、オーケー、胸筋胸筋つけてって、ちょっと待って、だいぶね、妊娠しろって男なの、こんな感じでね、初めて見たの俺、いや、たくさん写真撮ってあげてください、あの、ね、写真だ、そういう写真、そういうマモンも楽しんでいけたらなと思いますので、はい、背中はまだ丸いですね、さあ、書いてて、ね、全部魚のとくはもう背中の筋肉ってどう分からんで、とりあえずはお腹と一緒にしておきますね、6個に分けとこう、はい、ということで、あの、背中の筋肉をつけたということで、さあ、6個に分かれてる背中の筋肉ですね、さあ、じゃあ今日はですね、たくさんのお友達が来てくれてるということで、今流れてるくまモンスクエアのテーマ、ね、くまモン、今日一緒にね、踊って盛り上がってステージ楽しんでいこうかなと思います。さあ、このくまモンスクエアのテーマ、ここでしかくまモンがね、踊ってるところ見れないの、結構レアな、はい、ダンスとなっておりますので、じゃあくまモン、ちょっと今日みんなと一緒にやりたいところはね、どこにしよっか、いつもも、はい、いつものパンパンのところも、そこで、オッケー、くまモンスクエアパンパンってところがあります。はい、2回手拍子しましたよ今くまモン、ここをですね、一緒にお友達も一緒にやってほしいなと思います。はい、でちょっともう1回くまモンのお手本見ましょう、いきますよ、せーの、くまモンスクエアパンパン、おっていう感じですね。じゃあちょっと練習で皆さんやってみましょう、お姉さん歌いますよ、せーの、くまモンスクエアパンパン、お、できました、できました、ありがとうございます。さあ、ここが何回も出てきますよ、このパンパンっていうところ、ぜひね、皆さん合わせて、息を合わせて一緒に楽しんでいけたらなと思います。さあ、はい、はい、何でしょう、皆さん、はい、